市議参加駅は奈良県生駒郡山郷町にある近畿日本鉄道生駒線の駅。駅番号は G27。市議山町ご五ごこでの 3K 路線として付設された市議生駒電気鉄道の山下駅として開業した。駅西方にある市議山に上る東市議工作線と同時の開業で鉄道とケーブルカーによる市議山への観光輸送を目論んでのことである。 東市議工作船の乗り場は、東端式2面1線というケーブルカーのふもと側に典型的な配線であった。しかし、大阪方面からの交通の便が良い、西市議工作船が開通すると、東新気候作船はもっぱら地域輸送に徹することとなり、利用者が減少した結果1983年に廃止された。廃止後も、 1995年頃に駅舎が建て替えられるまで東市議工作線のリバートが残っていた。その後工作線の車両は三里北小学校にて保存されていたが、土色を復元した上に2020年3月に再度駅前へ戻されることとなった。大体として運行されている市議山下駅と市議山を結ぶバスルートは日中60分ヘッドで本数は多くないが、 片道200円と安く、また、市議参加駅すぐ側には、調律図書館があり待合に使用できる。相対式2面2線のホームを持つ、行き違い可能な地平駅である。ホーム油効長は4両分。駅舎は2番乗り場側にあり、反対側の1番乗り場へは地下通路で繋がっているが、エレベーター等のバリアフリー施設はない。また行き違いについては、王子駅でも可能だが、 通常はこの駅で行う。王子駅管理の有人駅で、ピタパー以降カ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。なお、窓口で定期券の予約発売を受け付けている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、2017年7月15日現在、詳細は、 奈良交通西山と営業所の項も参照。当駅の駅名は、市議線、西市議工作線の市議山口駅とともに、誤って、市議山駅と呼ばれ混乱を招くことがある。市議山駅は、東市議工作線に存在したが、上日の通り1983年に路線とともに、廃駅となっている。ありがとうございます。